おいっすもうしっかり読み開きだな。世の中はサーフィンとかボディーボードで浮かれてやがるけど、そんなこと触れられる場合には関係ない。これお願いします。はい、というわけで、いやジロニカだよ。お前俺のボードちゃんと扱ってそういうわけでフレアスクールも第3回ですね。もう暑いです本当に。今日からですね、いよいよボトルを飛ばしていきましょうね。前回はまでね、こう手遊びです。ロールアップロールダウン、こうウォーターフォールといろいろありましたけども、今回はボトルが飛んでいきます。いいですか。まず飛ばしの基本、ワンフィリップね、一回回すことをワンフィリップと言います。まずこっからワンフィリップしてみましょう。右ができたら左もワンフィリップ。 OK 1、2、これすぐできましたね。じゃあ次ツーフィリップ。フレアの基本はツーフィリップです。こっから2回転、ここから2回転、必ず口が上を向くように取りましょう。2回転、これが下に向いてしまうと液体がビューッビューッて漏れてしまいます。いいですか。2回転、これができるようになったら今度は横の動きです。横に向かって右から左に1回転、左から右に1回転で、1回転ができるようになったら今度は2回転です。これは、プレイヤーの基本中の基本、ホリゾンタルキャッチと呼ばれる、受け方らしいです。いきますよ、2回転、ね、左から右に2回転、いいですか。これができるようになったら今度はですね、ヨーロピアンキャッチというキャッチです。順手で受けるのではなく片手、ここアップしてください、アップください、そうそうそう、近い、はい、ここに向かってこう引いてこうです。ヨーロピアンキャッチ、ヨーロピアンキャッチが使えるようになればボトルを下にいなせるようになります。何回でも同じ動きができるようになるのでぜひ覚えてみてください。基本的なキャッチもう一個ですね、リバースブーメランキャッチ、これすっごい難しい。ホリゾンタルキャッチ、これ何、ヨーロピアンキャッチ、ヨーロピアンキャッチ、ね、これがリバースブーメランキャッチ、これスローでどうぞ。はい、すいませんか、リバースブーメランキャッチ、これ別名韓国キャッチと言われますね。名古屋のね、某タトゥーラの人とかあっカットね、これとてもかっこいいキャッチなんでぜひ練習してみてください。ちなみにリバースブーメランということは反対にやれば